綾瀬はるかと熱愛中のジェシー、パリゴリンサッカー日本代表の大活躍イケメン選手、いとこがジェシーが沸騰。俳優、綾瀬はるか、39との熱愛が7月24日に報じられてから、日に日にストーンズのジェシー28への注目が増している。そのジェシーと関連して、現在開催中のパリゴリンの出場選手が話題沸騰となっていて、 注目を集めているのは、サッカー U23 日本代表のフォワードとしてパリゴリンに参加している佐藤ケイン、佐藤ケイン23選手です。佐藤選手は2023年7月に明治大学サッカー部を退部し、同年8月からドイツブンデスリーガのベルダーブレーメンに加入。J リーグを経由せずにプロになった。 期待の若手日本人選手として、サッカー好きの間では有名な選手です。U23 日本代表は7月27日夜、日本時間28日早朝に行われた対マリ代表戦を1対0で制して決勝トーナメント進出を決めましたが、そこで決勝点へとつながるシュートを放ったのも佐藤選手でした。有観視記者、マリ戦の決勝点は後半37分。 ミッドフィルダー山本リヒト選手22のゴールだったが、このきっかけを作ったのが後半24分から出場した佐藤選手だった。佐藤選手が放ったシュートは相手のゴールキーパーにセーブされたが、そのこぼれ玉を山本選手が押し込んで、それが決勝ゴールとなったのだ。そんなパリの地で大活躍中の佐藤選手が、ジェシーのファンからも注目を集めている理由は、 日本サッカー協会 JFA の公式サイトへパリゴリンメンバーのプロフィールが掲載されたことで佐藤選手がジェシーさんのいとこではないかと話題沸騰となっているんです。全道公式サイトの選手プロフィール欄にある24の質問には今まで言ったことがない自分の情報、ここだけの秘密を教えてくださいという問いかけがあり、そこで佐藤選手は いとこがジェシーと回答しているのだ。佐藤選手はいとこをストーンズのジェシーとは明言していないが、目鼻立ちのくっきりした雰囲気はジェシーとよく似ている。佐藤選手がジェシーのインスタグラムをフォローしていることを指摘する声もあり、知られざる親戚関係として大いに注目を集めているのである。なお、佐藤選手は父親がコロンビア人で母親が日本人。 ジェシーは父親がアメリカ人で母親が日本人である。えジェシーのいとこ。ほんとだめっちゃ似てる。ブレーメン佐藤とジェシー、いとこなの驚きすぎたんだが、ジェシーのママ姉妹ってそれぞれアメリカ人とコロンビア人と結婚したってことおじいちゃんびっくりしただろうな。てか孫たちすごいな。 ぶっちゃけ佐藤ケインとストーンズのジェシーがいとこ、母親が姉妹、でそれぞれコロンビア人とアメリカ人と国際結婚してブンデスリーガ所属の五輪代表と、アイドルで綾瀬はるかと付き合えるってどんだけすげえんだよと、といった声で X は盛り上がっている。さらにジェシーはヘイ、セイ、ジャンプの異能系三十四と遠い親戚であることを公言しているため、 そちらも再注目されている。一度本気で伊能くんジェシーの家系図を書いてみせてほしいどうなってんのジェシーいとこがサッカー日本代表って何え、それで家系辿ってったら伊能くんもいるんでしょう。ストーンズのメインボーカル家系強すぎん。確か母方の親戚に伊能系いたよな。もしかしたら大女優、綾瀬春かも加わるかもしれんと。 すごい家系なといった意見が上がっているのだ。サッカー選手と親戚関係といえば、有機構生さん29、怪盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャー2018テレビ朝日系、出身で有名な特撮俳優が23年4月、日本代表の三戸真香薫選手27の実刑だとカミングアウトし、ファンを驚かせたこともありました。 今回の佐藤選手とジェシーさんの件もそうですが、芸能人やアスリートの親戚、兄弟関係というのは、当然ながら双方ファンは大盛り上がりしますよね。五輪終了後に選手がバラエティ番組に出ることもありますし、そこで佐藤選手が改めて、いとこがジェシーについて言及するかもしれませんね。前室の勇敢士記者。多くの話題が集中しているジェシー。 忙しい日々はしばらく続きそうだ。4枚の写真中、最後2度アップで写っているのは細山尾選手22。ハッシュタグでマオチンと添えており、仲の良さがうかがえる。